今日ご飯食べてないんですよね。お腹減ってなかったから分かんないです。だから今日めっちゃ眠たいやばい。こんばんは。ちょっとだけねしようと思ってます。今日はしてないね。しそうやったけど寝落ち危なかった。そうなんです、ゆずはさんとみらいさんのラジオ収録最後で今日してきました。楽しかったですめっちゃ絡まってるや。明日のお話から、あ、お願いしますこんばんは。やっほー、ゆうさんありがとうございます。ふくももうね気はなんとかなるかなと思ってます。どういうこと、自分がやよにお便り送るってことですか。うん、こんばんは。新しいアバター目当てで、あ、オッケーです。でもね、前回、前回かな、いつや、あれは前回分ぐらいのやつがね残ってるので、ちょっと後で書きますね。一つ二つ三つ様ありがとうございます。ひろみこさんもくまありがとうございます。私今回のアバター何もやってないありがとうございます。ゆうさんのぶさんもありがとうございます。そう、前回もね、ちょっと待って、前回をねちょっと投げていただいたので、クマいただいてたので書こうと思ってたんですけど、ちょっとお待ちを。そう、合ってる。なんかさ、前回とか言ってたらさ、ちょっと前世しか出てこなくて、頭の中がすごい前世ですね。はい、言ってんだ、クマ。ちょっとじゃあクマ20体書いときますそう、これはクマなのでしょうかってとこからなんですけどね。テレスさんありがとうございます。でもあれなんですよ、その君の名は流行ったの中学生とかなんですかね。懐かしい、全然目覚ましてない。しんのすけさんもありがとうございます。4、5、6、7、一つ二つ三つさんもありがとうございます。ゆうかちゃんありがとうございます。そんな前ないよね、意外と。6、7年前なんか映画館行ったらいつでもやってたイメージほんまになんかすっちょめちゃめちゃね期間長かった気がする、懲役がう今回のアバター前回のと一緒やった。ああ、じゃあ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 分からへん、2,4,6,8,11 今12体目書いてますどうしよう、書けなくなっちゃった13、え、13、2、4、8、13、今14、逆になっちゃった顔、まあいいややばい、顔逆や
でもちょっとこれはクマなのかクマじゃないのかって言ったらちょっと難しい基準なんですけど、ちょっとクマやから、全部クマやから1,2,3,4,5,6 ん2,4,6,8,9,10,11,15 やない、今15、あと5個。16、あれはこれはクマじゃないさすがにこれはクマじゃない。16、どうしましょう。17、18、あら、いけそうやけど、いけるかな。ちょっと待ってね、クマ描いてるクマ描いてる、全然今何体って言ったっけ、記憶がない、どうしよう。1,2,3,4 え、カーソル1,2,4,6,8,9,10,11,12,18,20、いった1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12で2,4,6,8,9,10,11,12,18,20、あ、20いった、いけたいけた、ありがとうございます。仕事恐怖症の方ごめんなさい、申し訳ないですね。ありがとうございます。全然前回と今回なんですね、ありがとうございます。多分20 ありがとう。クマたくさん怖いとか言わないでください、頑張ってくれなのでありがとうございます。こちらこそありがとうございますこれクマです。ちょっとあのこの子だけ変な口の形変の字になりましたまあよく自分がしちゃう顔なのではい、クマだらけですありがとうございます。音楽大好きさんもありがとうございます。はい、入ってる間、あ、しょうまのけんさんもにゃんたさんもありがとうございます。みずきさんもにっかさんもありがとうございます。こんばんは、マサヤシさんありがとうございます。あと、そう、めちゃめちゃ曇ってる気がする、めちゃ曇ってない、大丈夫めちゃ曇ってる気がすんねんけど、そんなことない。ジャンレディ未来日記はスタッフさん考案です。こんばんは、ヘリコジさんもありがとうございます。曇ってないかな。マサヤシさんありがとうございます。夏子のリハいつからあんねやろ。予想は7月1日、予想ね、ただの予想何週間前からあんねやろ、わかんないな。でも3週間前からありそうっていう予想もしてる、ちょっとだから難しいいつなんだろうね、本当。そう、アルバムのお話し会明日と明後日で終わりなんですけど、そう、早かったね、めちゃめちゃ。明日は制服ですね、明後日は私服です。2日
タバさんもありがとうございますね、もうラストや、早かったね。ねえ、リハどうなる、いつからなるのな、ちょっと分からへん3週間前なんかな。でも去年がいつからやっけ、ちょっと分かんないや意外とね、あっという間やった。夏コンのスタンディング不安や、ほんまに自分も不安や、どうなんだろう、大丈夫なんかな、分かんない、分かんないっていうのもあれやけど、スタンディングね不安よね、やってみないと分かんないよね。水木さんもありがとうございます。曲分かったら教えて。教えるわけないじゃないですか、当日まで、ね、お話し会毎週の楽しみが終わってしまう。ほんまに早かった、楽しかったし、毎回どうしようか、お話し会ない、週末が考えられへんえ、室で水鉄砲とかビッシュビシュやん着席カメ子も距離的に2階やもんねうん、次世代コンはうーかさんプロデュースですもん、ダンス大変そう。え、どうなんやろ、その話もね、今日か昨日かいつか忘れたんですけど、してて、どういう曲来るやろみたいな、なんか全然読めないねみたいな言ってた。朝芳さんありがとうございます、ね、じゃあレディもね、じゃあ月曜日や、月曜日今度の月曜日やから、何日や、何日やっけ、今日が何日、26、29のねチャンネルぜひ聞いていただきたいですね。もう涙出るぐらい笑ったんで、本当に涙出るぐらい笑ったんで、よかったら聞いてください。はっちゃんもありがとうございます。みずきさんもありがとうございます。ジュッティさんの回ですね、29日、ぜひお聞きください。ちょっとでもアミの生誕もその日あるので、ちょっと聞けないかもしれないんですけど、よかったらリピート放送でも来てくださいしんのすけさんもありがとうございます。そう、ほのぴーとちょっと接点ありまして、なおきくさんもしんのすけさんもありがとうございます。こんばんは。そう、朝早いの、いや、そんな私ももう起きてられないのでちょっと早めに終わります。すいません、すいません、頑張ってください、ありがとうございます、頑張りますもうね、ちょっと目が開かないので、ちょっとこの、すいませんね、短めで。一つ二つ三つさんありがとうございます。こんばんは。うん、ゆうちゃん昨日ラジオのお便り足りないって裏話してたよ。あらま、そうなんや。いや、あのね、月曜日はね、あの結構お便りいただいてまして、月曜日のジャンレリーは多分ゲストが2人っていうのもあって、ゲストのねメンバーさんの2人来てくださるから、その2人に向けてのお便りが結構多くてですね、毎回ありがたいなと思っております。本当に感謝です、いっぱい。あ、ね、でも読めない、読めなくても読んでるので、目通してるので、あのぜひぜひこれからもお便り送ってください本当にあのいっぱい送っていただいて、読める分がねちょっと限られてるんですけど、でもめちゃめちゃ読んでるのでありがとうございます、いつも。
ます。さやしさんもゆうかさんもありがとうございます。ビースケさんもありがとうございます。マルルさんもありがとうございます。全然私に当てたメールでも全然大丈夫ですよ。たまに来ます。何でも何でもお便りお待ちしてます。アバター当たった？おめでとう。そうね、ちょっとじゃあちょっと15分経ったんで終わろうかなと思ったけど、ちょっと5分に終わります。5分に終わります。私はもう目が開かないです。さっち姿に今音ありかな。全然前回のさ書くって言って書いてなかったやつ書こうと思うんですけど、音あり？これコメント来なかったら音なしということで今書かずに終わるけど、あ、なんだろう、やっぱあと1分で終わるけど、ちょっと待ってね。あ、これはどっちなんだろう。いるの、いる。前回ね、前回にタワー投げてくださった方の名前をね書けてなかったので、今書こうとしてるんですけど、音ありでいらっしゃるのか音なしで聞いていらっしゃるのかがちょっと分かんないので、コメント待ちです。書いたら終わろうかな。全然前回がねちょっと言いにくいよね。ちょっと分かんない、どうしよう、これはどっちなんだろう。こんばんは、こんばんは。5分、そう5分なんやけど、ちょコメントをください。音ありで聞いてるよだけでもいいし。そう、無音なんかな。どうしようかな、ちょっと分かんない。無音で聞いてんのかな。コメントください。全然前回タワー投げた自覚のある方、あ、音あり、 OK。ありがとうございます。どうしよう、でもタワーやったよな。自分タワーの絵描けへんのよね。どうしたらいいかな、どうしたらいいかな。ごめんよ、自転車止めさせた。タワーなんか描いてほしいイラストありますが、私タワー描けないんで。貯金したらもう分からない。すいませんね。なんかあります？なんか描いてほしいイラストありますか？ちょっと難しかった。そう、タワー描けへんね、忘れとった。あの時ウィスさんのイベントでも私スターはかけなかったのでリクエスト聞いてた気がする。何がいいんですか。今日さ、ちょっとタワーかけないのでイラスト、希望イラストお待ちしてます。そう、全然、そう、全然そう聞いてたよね。描けないんですよ私タワーのイラスト。どうしてもクマとかね、犬とか猫とかだったら描けるんですけど、タワー描けない。なんかない、これおるんかね、ちょっとわかんない。
へん、次回に回した方がいい、ちょっとわかんない、ちょ次回に回させていただいてもいいですか、ちょっとわかんないので、どうしよう。でもそしたら朝ね長くなっちゃうから、急にそうごめん振っちゃったけど振っちゃったけど、あのコメントが来ないので、投げてくださった方から、次回にしますね、ちょっとごめんなさい、せっかく自転車を求めてくださったのにすいません、ちゃんと事前に言っときゃよかった、すいません。なのでちょっと全然50のとちょっと次回にちょっと回させていただきます、すまんスクショタイムやスクショタイムやスクショタイムやったね、はい、よくやりがち、ごめんねごめんね好きになっちゃっての感想で、でごめんね好きになっちゃっての感想をガチ誤りしてますよ、ちゃちゃちゃなんで、はい、突然の、はい、ごめんねってめっちゃ謝ってます気づいてました、しげやんさんありがとうございます、そうただ違う、そ全力のスマしてましたいつもなんかね1回目がてへみたいな、てへで2回目がごめんねみたいなやつなんですけど、私てへからの全力スマやってましたねで感想入ってました、はい、実はいや意外とそんなことしてましたやってたね、なんかあるかな、あ終わろう終わるとかって全然終わろうとしてない、どうしよう、あとなんかあるかな、他他なんかあるかな、そういえば昨日 B2 公演で劇場入る前にサンボと一のお花見たよ、綺麗でしたね、私画像で見たんですけど綺麗でしたねこんばんは、ではちょっとちょっと目が赤くなってきたのでちょっと終わらせていただきます、すいません、また明日のお話し会をよろしくお願いします、また明日終わったらその日か次の日か次の次の日かは、いつか近日中にまた配信してると思います、ではランキング読みたいと思います、13位マルルさんありがとうございます、12位ともっちさんありがとうございます、11位ベイさんありがとうございます、順位変わったねタイミング、13位ナオキックさんありがとうございます、12位ともっちさんありがとうございます、11位ベイさんありがとうございます、10位てつみやさんありがとうございます、9位終わりなき旅さんありがとうございます、8位まさよしさんありがとうございます、7位ゆうさんありがとうございます、6位しんのすけさんありがとうございます、5位にゃんたさんありがとうございます、4位ゆうかちゃんありがとうございます、3位ひとつふたつみつさんありがとうございます、2位ゆりこじちゃんありがとうございます、1位ひろみこさんありがとうございます、ありがとうございました、いきなり初めていきなり終わるというちょっと申し訳ないです今日何話したって感じなんですけど、何もそんな話せてなくてごめんね最近本当ショールームできてなくてすいません、普通に何だろう、もうこっちの世界にいてなかったですね、はいごめんなさい言葉選ぼうとしたら変なことになっちゃった、はい、最後にピースして
がとうございました。はい、ちょっと異世界から今日はねこっちの世界に行けたのではい、すいません。もうダメだね。じゃあまた明日お話、明日と明後日お話しかよろしくお願いします。ではおやすみなさい。ありがとうございました。ありがとう。